いどうも T 先生です。お子さんとの会話って大事だなと思いつつも、好きなアニメの話を延々とされると大人もさすがにしんどい時がありますよね。基本的にお子さんとの会話というのは、子供が二言喋ったら大人が一言喋る、これぐらいのバランスがいいというふうにされていますので、聞き手に回るというのはいいこと。お話を聞いてもらうだけでも十分嬉しいものです。聞いてもらうだけでも十分知識欲が深まっていきます。うんうん、すごいね、そうなんだ、この辺の相槌を打つということと、あとはオウム返しをするという方法があります。お子さんが言ったことをそのまま返すだけでも、お子さんとしては十分お話を聞いてもらっているような感覚を覚えるんじゃないかなと思います。なので全てに受け答えしようとしなくても、たまに先ほどのような相槌を打ったりとかオウム返しをすることによって、お子さんとのコミュニケーションを図れるんじゃないかなと思いますから、ぜひやってみてください。それでは T 先生でした。さよなら。